えー、皆様大変長らくお待たせいたしましたこれよりビッセル神戸2021シーズン新体制及び新加入選手発表会を行います今シーズンの新体制発表会は新型コロナウイルス感染予防のためマイクなど備品の消毒の対策をし登壇者もこれよりマスクを着用してオンライン配信でお届けします 申し遅れました私本日の司会進行を務めさせていただきますビッセル神戸広報部林哲也と申しますよろしくお願い致しますまず初めにビッセル神戸新体制及び新加入選手発表会を開催にあたり明日2月1日より楽天ビッセル神戸株式会社の代表取締役社長に就任します副社長執行役員 徳山大樹よりご挨拶申し上げますえ皆様、こんにちは、えー、本日はお忙しい中ヴィ、えー、ッセル神戸のためにお集まりいただきご参加いただき誠にありがとうございます、えー、基本の通り2月1日より代表取締役社長に就任させていただきます徳山と申しますどうぞよろしくお願いいたします、はいえー、まずチームはです、ねえー、先日25日より えー、ビスセル神戸としてて年シーーズンをスタートさせております、えーまあ、昨シーズンは、えー、我々アジアナンバーワンクラブを目指すというところに向けて、えーまあ、初めて、えー、ACL にも、えー、参加をしたという中で、えーまあ、リーグ戦については、えー、なかなか結果が結びつかなかった部分もございましたが、えー、ACL については、まあ、ベスト4という結果を出すことができました。 ま今シーズン、まあ改めてですね、そのベスト4というまあ、ものをもう一度実現する、もう一度アジアナンバーワを目指すというところを目指しながら、えリーグ戦にまずは集中をして、一致団結してビッセル神戸として邁進していきたいというふうに考えております。またもちろんアジアナンバーワンクラブというのは当然チームとしての実績もございますが、よりサポーターの皆様、えすての皆様に。 楽しんでいただけるようなユーザー体験を提供できるということも一つ大事だというふうに考えておりますので、その点についても新しい価値提供ができるように日々、チャレンジしながら邁進していきたいというふうに考えております。はい、改めまままししししししてて今シーズンもよろしくお願いいたたすクラブを代表してご挨拶申し上げました 続きまして平野隆スポーツダイレクターよりチーム編成について発表させていただきます皆さんこんにちは本日はお集まりいただきご参加いただきありがとうございます私の方から今シーズンのチーム編成についてお話をさせていただきます昨年に引き続き私スポーツダイレクターとして この1年勤めてままいりますその中で、まず初めに今シーズンの初仕事としてしっかりとチーム編成をしていくというところを続けてまいりました昨シーズン、先ほど社長の方からも話がありましたが我々はまあいい経験をして今シーズンを迎えられるという状態になっております。 昨シーズン選手たちが何人かの選手たちがこのクラブを旅立っていきましたがこの後に紹介あると思いますけれどもまた新たに我々と共に一緒に仕事をしてくれる選手たちが加入してくれていますそういう意味でしっかりと穴埋めできたポジションを穴埋めできたと いうふうふに感じております、えー、そして、まあ、メンバー強化のポイントとしてあの昨年、まあ、チームのー総力そして、まあ、自力というものをしっかりとつけていくというところで三浦監督には、えー、指揮を取ってもらいましたがある程度、それが実現したと思っています。そそしてそれをさらに今シーズン より高めていくために新たな選手も獲得をしておりますそしてプラスして昨シーズン終盤ではなかなか得点を取ることができなかったそこに関してもしっかりと補強という形で今シーズンを迎えられたというところではやはり我々が目指すもの 今シーズン目指すものをしっかりと獲得していくという準備が整ったというふうに考えておりますそして今シーズンの展望としましてはその自力、そしてしっかりとした補強そういったものを今シーズンやり続けることによって我々が目標となるアジアナンバーワンになるというところに近づいていけるんじゃないかなと。 いいう,うに思っています。1月の25日からチームがスタートしましたが選手たちの回路を見て自分自身、今シーズンはいい形でリーグ戦を戦えるというふうに実感をしております必ずこの言葉が実現できるようにチーム全体で頑張っていきたいと思っております。よろししくお願いいたします。 平野スポーツダイレクターありがとうございました続きまして昨年9月に監督に就任し2シーズン目の指揮を取る三浦敦弘監督よりご挨拶させていただきますえ皆さんこんにちは、えー、今シーズンも指揮を取ることになりました、えー、もちろんき気持ちというのは昨シーズン以上の 気持ちが入ってます。昨シーズンを振り返ると、非常にコロナの影響を受けてですね、難しいシーズンになったと思います。その中でもファン、サポーター、リーグ関係者の皆様のおかげで最後まで開催することができたこと、心から感謝しております。えっとですね、あのチームのコンセプトというのは昨シーズン3つほどありました。その中で 今シーズンはしっかりと改善をするところがいくつかありますさらに言えばチームコンセプトは3つから4つに増えました個人戦術も3つから4つに増えましたうーん詳しいことは言えないんですがあの今今シーズン我々のチームである選手たちに関しては全てのチームコンセプトと個人戦術っていうのをしっかりと理解してもらってですねまずは 今後ろにいる選手たちの力を借りながらですねえ今シーズンいい成績を出せるようにえ特にリーグ戦ですねえ昨シーズンは ACL ここでなんとか我々のクラブの目標であるアジアナンバーワンになろうというところを目指しましたが残念ながらベスト4にという結果になりましたチーム一丸となってですね必死に戦いましたが 最大の目標であるアジアナンバーワンということには到達できませんでしたただ、我々クラブの立ち位置ですね今の現状っていうところは選手たちも理解できたと思いますし私自身もどこに力を入れていけばその目標が達成できるのかということが把握できたと思っております。 えー、もちろん今シーズンもまだまだコロナの影響というのはあるかもしれませんが、えー、我々はですは、ね、チーム一丸となって、えー、手を取り合ってです、ねえー、一つ一つのこのリーグ戦です、ね、を一つ一つ勝っていけるようにぜひ、えー、ともほ本当の意味での一致団結をしながらです、ねえー、今シーズン終了するときにはですね、えー もう一度あの舞台に立てるように ACL の出場権獲得これを目指してしっかりとみんなで協力しながら頑張っていきたいと思っておりますよろしくお願いいたします三浦監督ありがとうございました続きまして新加入選手の紹介をさせていただきますまずジュビロ磐田より加入しました桜内渚選手です 皆様こんにちは、えー、ジビロ岩田から加入しました桜内渚です、えー、僕は、えー、遺跡が初めてで、えー、不安なところもありましたけど、えー、初日から、えー、選手スタッフすべての皆様が、えー、優しく迎えてくれたので、えー、日々充実したトレーニングをしています、えー、今年1年タイトルを取るために自分の持っているすべての力をビッセル神戸のために 使いたいと思います。えー、ACL 出場券、えー、そしてタイトル取れるように、えー、頑張りたいと思いますので、応援よろしくお願いします。ありがとうございました。続きまして、サンフレッチェ広島より加入しました、広永亮太郎選手です。えー、皆さんこんにちは、えー。サンフレッチェ広島から加入しました 太郎ですチームの練習が25から始まって神戸の選手は本当、意識が高く練習中もバチバチしていて日々、いい刺激をもらえています余談、えー、なんですけど僕が小学生の頃初めて見たプロサッカー選手が三浦監督だったので勝手に縁を感じています、本当です。 えー、神戸のためにあの全力で力を尽くして頑張りたいと思いますよろしくお願いしますありがとうございました続きまして東京ベルディより加入しました井上志音選手です、えー、皆さんこんにちは、えー、東京ベルディから来ました井上志音です、えー、練習が始まって約1週間経つんですけど まあやっぱりレベルも高いですしこの環境なら自分自身もっともっと成長できるなっていうふうに感じてます、えー、ヴィッセル神戸の多くのタイトル獲得に貢献できるようにこれから頑張っていきたいと思いますよろしくお願いしますありがとうございました続きまして前橋育英高校から加入しました 桜井達憲選手です。皆さんこんにちは。前橋育警庁舎から来ました桜井達憲です。二十五日から練習が始まって、まあ多くのレベルの高い環境の中で多くの選手からいろんなものを、いろんなことを学んで日々成長でき,できているなと感じています。え一年目からま遠慮せず試合に絡んで一日でも早くノーエスタに立って。 ビィッセル神戸のタイトル獲得に貢献できるように頑張るので応援よろしくお願いしますありがとうございましたそしてフラメンゴより加入しましたリンコン選手ですが新型コロナウイルス感染拡大に伴い現在入国ビザ発給の制限が行われているためまだ来日することができていません リンコン選手からはご挨拶の映像が届いていますのでご覧いただきたいと思います。 以上新加入選手ご紹介させていただきましたさてここからは記者の皆様からの質疑応答とさせていただきます本日記者の皆様にはオンラインミーティングアプリ Zoom の中から挙手していただき私の方からご指名させていただいた後に社名お名前を名乗っていただきましてご質問くださいまずは代表質問から始めさせていただきます 新聞社を代表しまして読売新聞の西井さんからご質問をお願いいたします。あの読売新聞の西井と申します。よろしくお願いします。明日社長に新社長に就任されますあの徳山さんにまず最初に質問させてください。よろしくお願いします。えー、昨年二千二十年は、えー、天皇杯とゼロックス杯と、えー、いきなり制してすべ 滑り出しただけに非常にサポーターの期待も大きい中で終わってみればリーグ戦は14位に終わりましたでそういう意味で非常に、えー、いきなりの重責の難しいスタートになろうかと思うんですけど改めてどんなチーム運営を目指されるか教えてくださいまた、えー、と ACL ではいきなりの4強に入って、えー、いい結果を残されたわけですけれど現時点では去年までのクラブのどういったところを継続して、えー 反対にどういったところには変化をつける必要があるなとお考えか教えてください。よろしくお願いします。えー、ご質問ありがとうございます。そうですね。えー、昨シーズン、えー、先ほどのお話でもさせていただきましたけれども、えー、まあリーグ戦に関しては、えー、おっしゃる通り、えー、いい結果とは言えない状況となりました。 ただ、コロナ禍というところそしてその過密日程の中で初めて ACL にも参戦したというところで ACL では一定の成果は出せたただ一方でリーグ戦ももちろん結果には満足はしていませんがそういった中で新しい戦力であったり若手の選手の躍動といったところもできたそれによってチームの底上げというところも図れたというふうに考えておりますので今シーズンに関しても昨シーズンから三浦監督を中心とした スタイルというところは継続をもちろんしながら戦っていくとそしてリーグ戦に集中しながら結果にしっかりこだわっていくで、まあ、変化というところでお話をすればもちろん1試合1試合ですねどのように結果にこだわっていくかその結果というのは勝ち負けということだけではなくて内容も含めてその結果をいかに次につなげるのかという部分にこだわれるような選手個人もそうですしチーム全体としてその 改善のプロセスをしっかりとこう踏んでいけるような組織運営をしていけたらというふうに考えております、はい、ありがとうございますありがとうございます続いてあのスポーツダイレクターの平野さんよろしくお願いしますあの先ほど少しお話しいただいたんですけれどえっ、ー、と去年までのチームに足りなかったと感じているピースと その上で行った補強の狙いをもう少し具体的に教えていただけますでしょうか、あ,あと、先ほどビデオメッセージがありましたけれど、あのリンコン選手、ブラ,ラジルの世代ウィズ大賞にも名を連れてこられた選手ですけれど、えー、彼の獲得経緯と評価を今のところで教えていただけますでしょうか、えー、チームにどういったことをもたらしてくれる選手だと、今のところお考えでしょうか、よろしくお願いします、はい、ありがとうございます。 先ほども少し話をさせていただきましたけれども大きく昨年チームに足りなかったものは2点あると考えております1つは,やはりチーム全体の総力、自力というものがコロナ禍ということでかなり厳しい連戦が続いて多くの選手が試合に出ることになりましたけれどもそこでのやはりパフォーマンスというものをチーム全体に上げたかったというのが あ少し足りない部分が実際のところあったというところとあとは終盤なかなか得点ができなかったというところの2点を感じておりますその上で昨シーズンはある程度リーグ戦を犠牲にしながら ACL を見据えてチーム全体の底分けを図ってまいりましたそういった意味ではある程度の一定の評価を しておりますできてていいるという,ふうに感じておりますそして、さらにその底上げにプラスして今シーズン新たに加わった選手たちがしっかりとチームコンセプトに基づいて我々とともに戦ってくれるというふうに感じていますそしてもう1つはやはり得点のところでリンコン選手を獲得したわけですけれども。 これは2つ目の質問にもつながりますがやはり16歳から名門フラメンゴで今、20歳ですけれども4年間、そういった素晴らしい環境の中でプレーしてきているというところできっと我々の期待に応えてくれるんじゃないかなといいう,うに感じていますそしてさらにはやはりゴール前で違いを見せてくれる選手だというふうにも感じております。 きっと二十歳というこのかなり若い年齢でこの遺跡が実現したというのは非常に稀なケースかなというふうに思っておりますただ、リンコン選手が我々ビヴィッセル神戸というチームに非常にもい強い思いがありここでプレーしたいという意思をはっきりと我々に示してくれたその結果だというふうに感じています。 しっかりその彼の意思というものをわれわれも汲み取って必ず彼がこのチームで活躍をできるようわれわれとしてもしっかりとサポートをしていくというふうに思っております。あありりががととううごござざいいまますした 新聞社を代表しまして読売新聞西井さんにご質問いただきました。続きましてテレビ局を代表しての代表質問、朝日放送テレビ海田さんからお願いします。はい、えー、朝日放送テレビの海田と申します。えー、よろしくお願いいたします、えー。三浦監督にお聞きします。あのー、昨シーズンからまあレギュラークラスの選手も何人か抜けられましたけれども。 あのあ今回新しく獲得された選手リンコン選手を含めてそれぞれどのようなことに期待したいかっていうのを教えていただけますでしょうか。はいえっとそれぞれというのは一人ずつということですかね。はいそれをいただければありがたいと思います。かしこまりました。と思います。はい。 えっとまずはですねあの今回の編成をしていただいた社長はじめ教科部そして、えー、クラブのすべての方方に感謝をしたいと思います。えっと昨シーズンの課題というのは明確にあります。もちろん得点のところはですね総得点50。 これはリーグ5位となっております。ただですね、失点が多くてですね、総失点が59で、リーグの中では14というところで、この数字をですね、なんとか総得点を増やしながら総失点を減らしていくという作業を実際今もやっております。その数字が良くなることによってですね、今シーズン終わった時の成績これが我々の目標とする。 順位にたどりり着くのではないかと思っております、えー、選手のですね、えー、まずはリンコン選手ですかに関してはですね若い世代の,あの先ほど平野 SD からも話がありましたがあのセレソンに入っていてです、ね、非常に得点感覚とやはりボールを持った時のですね相手の裏を取る動き含めてですね得点に絡むプレーヤーだと思っております。 これは昨シーズンの先ほどの総得点50で5位という数字も踏まえてですね彼には得点のところを期待しながらですねそこの数字を上げていくチームの貢献というところには彼には期待しております。そししててじゃあこちらからか桜内彼に関してはですね もうあの25日から実はトレーニングをしている中で非常にフィジカルですか走り込みの方を今、徹底してやっておりますその中でですねもう25日からではなくもう1年以上もう2年3年前からこのチームにいたんじゃないかという存在感を示してくれております。非常にリーダーダシップがあってですね コミュニケーション能力が高くそしてプレイヤーとしてはですねやはりボールを持った時に積極的にプレスに行く攻撃参加に行くというところ彼の持ち味だと思いますからその辺をしっかりとまたキャンプを含めてですねアピールしていただきたいなと思っております、えー、広永に関してはですね、えー、キーパーのトレーニングというのはあ特殊なトレーニングだと思っております。 もちろん、試合の中ではしっかりと前線全員が見えるわけですからしっかりとコーチングをすることそして、やはり先ほどの総失点を減らすためにでもです、ね、このキーパーの力というのは大きいと思いますもちろんディフェンダーとしてはです、ね、チーム全体でしっかりと連動した守備をしながら失点をしない対策というのは当然ながら練っています。ただ やはり相手あってのスポーツですからそれでもキーパーと1対1になるシーンというのは必ずあると思いますそういった時にですねキーパーの力というのが発揮できる時だと思いますその1対1になった時にですねしっかりとセーブをしてですねまたチームメイトそしてファンサポーターがですね盛り上がるようなそういうセービングを期待したいと思っております。 シオンに関してはです、ね、当然ながら私も J2 の試合も見ていましたベルギーの中でもです、ね、やはりボールを受けるタイミングそしてやはり背後チーム全体も見えています何より彼の持ち味というのはやはり足元非常にうまいですテクニックがあります1対1でも勝負できますしゲームの流れを読んだ展開力これも期待できます なので、紫、え、耀、ーまあ、もです、ね、しっかりとキャンプの中でもう今すでにです、ねえー、いいアピールはしてくれてますがキャンプの中でしっかりと自分をアピールしながらこの競争力のあるこの戦いにぜひとも勝っていってもらいたいなと思っております。えー、そしてタツタツに関しててに関はあまず積極性 これはですね僕、初めお会いした時あのすごくこう顔も、ね、あの非常にいい顔してますしおとなしい感じがしたんですがやはりあのプロになった意気込みというのをものすごく感じていまして非常に積極,に積極的にコーチングスタッフ、選手年上の選手たちにも含めてです、ね、積極的に話しかけて。 なるべく早くこのプロの世界に馴染もうと努力しておりますプレーの特徴としてはですね右足、左足両方器用に使えてですね展開力のある正確なパスそして、やはりあの我々のゲームの中で非常に大事にしているのは、えー、ゲート、まあ、選手間の間,です、ね、間をいかにいいポジションを取りながらそこのスペースを使っていくかというところに関しては 達は非常に長けてる選手だなと思います。もちろん今あの体の線というのはですねあ、まだまだ細いですが、今必死に努力してますから、これが身を結ぶのも私自身時間の問題だと思っております。え非常にあの今言ったあ新入団の選手たちに関してはですね、今の練習の取り組む姿勢、勢将来性含めて非常に期待しております。 チーム一丸となって今シーズンいい成績出せるようにみんなで頑張っていきたいと思っております三浦監督ありがとうございました、えー、続きまして新加入選手4名様にもお願いしたいと思いますご自身のアピールポイントと、えー、今シーズンの個人としての目標 もしあれば具体的な数字も合わせてお願いいたしますそれでは桜内選手からお願いします自分の特徴というのは運動量だと思いますし90分間講習にわたってチームのためにどんどん走っていきたいなというふうに思ってます今シーズンチームの結果も求めるとともに自分も数字というのは 出すのはちょっと難しいですけど結果にこだわるっていうのを今年一年やっていきたいと思っているので、まあ、そこを強い気持ちでやっていければ結果も出ると思うので、えー、頑張っていきたいというふうに思います。 シュートをストップと攻撃の起点になるプレーというのがストロングなのでそこは勝負していきたいと思っています個人の目標としては昨年は試合に出ることができなかったので今年は試合に出てかつチームの失点を減らせるように頑張りたいいと思います。次に井上選手です。 えー、自分の特徴はまずボールコントロールの部分と、えーまあ、チームの流れを持ってくるような、えー、プレーが特徴かなと思います。えー、今シーズンの目標は、えー、全試合に出場して、えー、なるべく多くの得点とアシスト、まあ、得点に関わるプレーっていうのをできたらいいなと思っています。 そして櫻井選手です。自分のプレーの特徴は左右両足のキックを生かして、まあ、展開ゲームを作ったりまた、あ、1本のパスで試合を決めるところが自分の特徴だと思っています。えー、今シーズンの目標は、まあ、レベルの高い選手たちとの競争に打ち勝って、まあ、数多く試合に出て、まあ、その試合に出たときには得点やアシストで結果を残せるように頑張りたいと思っています。 わかりました。どうもありがとうございましたテレビ局を代表しまして朝日放送テレビの海田さんにご質問いただきましたありがとうございましたさてここからは自由な質問とさせていただきます、えー、挙手でご参加いただきまして私からご指名させていただいた後にご質問いただきますなおお時間の関係でお二人の方に限らせていただき1社1問でご協力をお願いいたします お疲れ様です神戸新聞の山本さんからお願いしますお疲れ様です神戸新聞の山本と申します、えー、平野 SD にお聞きしますとですね、今あのコロナ禍の影響で、えー、リンコン選手の来日が不透明になってまして合意もまだ見ていたと思うんですけれども、えー、このままずれ込んでも、えー、基本的に、えー、補強というのはまだ登録期間ありますけれども、えー 検討しないのか、あくまで既存選手で行くのか、そのあたりの考えをお聞かせ願いますでしょうか。はい、ありがとうございます。えまずリンコン選手ですけれども、今現時点ではまあ2月の初旬までは入国できないというような現状になっています。まあですので、まあ開幕に間に合うかどうかというところではまあどこのクラブもまあ同じかなと。まあそういう意味では。 今しっかりリンコーン選手とコンタクトを取りながら我々のフィジカルコーチが動画、あとはフィジカルメニューなどを送りながらしっかりとコンディションを整えているという現状なので来た時には少しでも早くチームと合流して試合に出れる準備をしているというところがまず現状にありますと。その上で補強と といいう観点でいくと非常に今、コロナ禍で外国籍選手を獲得をするというのは難しい現状はもちろんあります。もちろん国内の選手の補強そういったものもありますがこの現時点でというよりも1年通して我々はチームを強くするために補強はし続けてずっとそこに関してはやり続けるというところでは変わりません。 変わりません、まあ、ですので、まずは今、ここの補強という部分をしっかりとできている状態ではありますので、ここから何が移籍、まあ、期限というものもありますけれども、しっかりと移籍期限まではいろんな状況に対応できるようにしていますし。 ええ今後もおそれを継続してやっていきたいというふうに思っておりますありがとうございますありがとうございましたそれでは次が最後の質問とさせていただきます挙手ボタンでご参加いただいておりますもしよろしければこれにて終了となりますがよろしいでしょうか それでは手が挙がっていないようですのでこれにて質疑応答終了とさせていただきます皆様ご質問いただきましてありがとうございましたそれではこの後はフォトセッションを行います登壇者の皆様ご起立願いますこれよりフォトセッションの準備を行いますので準備が整うまで皆様今しばらくお待ちください皆様一度左側の方にお進みください それでは皆様、今一度ご登壇いただきましょう。まずは全員集合のお写真撮らせていただきます。まずはムービーの方からの撮影とさせていただきます。皆様ポーズですが。 右手拳を握りしめて、えー、少しね胸の高さぐらいまで上げていただきましょうで左手は拳を握って横にまっすぐ体の横に添えてくださいよろしいでしょうかありがとうございます続きましてフォトカメラの方お願いいたします 撮っていただきましょうよろしいでしょうかありがとうございますえこの時間で三浦監督平野スポーツダイレクター徳山副社長が退出させていただきますありがとうございましたそれでは選手4人だけの写真も撮らせていただきます 選手の皆さん少しだけ中央に寄っていただきまして撮らせていただきましょう同じくポーズを取っていただきます右手で拳を手切り胸の高さぐらいまで上げていただきましょうではムービーの方からお願いいたします 続きましてフォトカメラの方お願いいたしますありがとうございますリッセル神戸の今シーズンの開幕戦は2月27日土曜日ノエビアサジアム神戸でガンバ大阪と対戦17時キックオフ予定です今シーズンの皆様リッセル神戸への応援よろしくお願いいたします 以上でビッセル神戸2021新体制及び新加入選手発表会全て終了させていただきます。本日はお忙しい中ご視聴いただきましてありがとうございました。